どうも、いつも体の枝のエポック動画の方を送っていただきましてありがとうございます。まあ、そうこうしているうちにですね、やっぱりまた仮想通貨とか FX とか投資は危ないみたいなイメージを振りまくような事件がありました。そうなんですよ。お笑い芸人の方かなんかで TKO っていうのがいるそうなんですけども、まさにテクニカルノックアウトになってしまいまして、投資詐欺に関わったということでね、まだ全容はわからないんですけども、5億円だか7億円だかが消えてしまったということですよね。まあ、そもそもこれは投資顧問業かなんかがないとできない仕事ですよね。金融取引法かなんかにかかるんじゃないかなと。つまりは人のお金を預かってそれを運用するよというふうに運用代行をねお願いするみたいな感じ、これはできないですからね。やっぱりこう、まあ、FX のねあのテクニカルをこういう意味なんだよとか、トレードってのはこういうことなんだよっていう概念をただキーワードとして伝える分には構わないと思うんですけども、実際に人のお金とか資産に関わることをそこに手をつけたり、実際にお金を預かってそれをどうこう運用するなんてのはこれ完全にアウトですからね。まあ、ですんでこういう考え方がありますよとか、こういうふうに、基礎用語ってのはあるんですよっていうふうなね、やっぱ知識の連絡に留めておかないといけないですし、それ以上のことはやっぱりね上級投資家といってもできないと思いますし、またねそういうのを当てにして投資ってやるもんじゃないと思うんですよ。あくまでも集まった情報で自分で裁量で進めていく、損をしても得をしても自分で自己完結するという覚悟がなければ投資ってやっちゃいけないんだろうなと思いますし、だからこそ投資にはいろんな複雑な法律があるのかなと思うんですよ。でそういうのをすっ飛ばしてね、やっぱりこう素人芸でやるもんじゃないかなと思いますね。やっぱりお笑い芸人の方は被害に遭って気の毒だなと思うんですけども、あまりにもガードが緩かったような気がしますね。まあ、私みたいにこうやって公開で FX をやったりとか暗号通貨やってると、すでに詐欺の案件ってのは来ないですからね。まあ、そういうのを見分けれる人には来ないし、見分けられない人にはなんかね怪しい案件行くしみたいなことなのかなと思います。またですね、人っていうのは信頼の向こうに詐欺がありますんで、どんな人でも信頼しちゃったなこの人と思ったら、もしかしたらねあやふやな情報が紛れ込んでるかもしれないっていう風な、信頼すればするほど疑いも同じぐらいの量を持ってあげないと人付き合ってできないかなと思いますよね。やっぱりいい関係でいたいってことは、この人ももしかしたら誤解してるかもしれないっていう目で見てあげないといけないし、やっぱ鵜呑みにするのは誰のためにもなりませんのでね。やっぱりこう今回の投資詐欺、結構また暗号通貨 FX の印象悪くなるのかなと思ってね、いろいろと考えているところです。じゃあまた次回の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。